あなたが安心できる米ドル円の為替の水準っていくらですかっていう話なんです。皆さん、こんにちは。株式会社ベェルスパートナー代表の瀬川です。このチャンネルでは資産運用に関するさまざまな情報を発信しております。それでは、本日の動画のテーマは。氷回りかける長期運用で円高リスクと戦うのが、今の米ドル債券投資の本質。出版記念スペシャル動画ナンバースリーといったので、お届けをしたいと思います。はい。 新潮ですね出版させていただいた出版記念のスペシャル動画のですね今回第3弾の動画ということになりますで第1回目はですねベッド再建の魅力についてお伝えさせていただいて2回目ではですねベッド再建の仕組み基本的なですね内容情報についてお伝えさせていただいて3回目のこの動画ではですねベッド再建の今の投資環境今はとかマーケットとかですね えー、今であればこういう投資をの仕方をした方がいいっていう、えー、動画にですね今回できればと思いますでこの出版記念のですね、えー、この新庁に関しては、えー、こういった債券、えー、こういうですね、えー、書籍を出版させていただきまして富裕層のためのベイドル債券投資戦略というふうな書籍を、えー、今年のですね8月9日に出版させていただきましたで、えー、あこの動画のです、ね、概要欄からの Amazon のページがですね貼ってありますのでそこからお買い求めいただいたりとか えー、出版日のです、ね、8月9日に、えー、このチャンネルでもですね動画を配信させていただいて書籍を紹介する動画とさせていただいてますのでご興味あるかですねご覧頂ければと思いますはいそれではですね、えー、今回のテーマの「氷回りかける長期運用で円高リスクを闘うのが今のベドル債券投資の本質」ってですね、えー、本編ですねお話ができればと思いますはいベドル債券のですね投資の投資環境をですね、えー、確認する上で 大事な指標が2つありますと。その一つがアメリカの金ですね当然です米ドル建ての債券なのでアメリカの金利にその利回りっていうのは利益っていうのは依存することになってますのでアメリカの金利が一番大事な指標になっているわけですねでもう一つ大事なのが2つ目が為替ですドル円のですね数字になっているわけです 私たち日本人で米ドル債券はドル建てですのでそれを交換するタイミングとか為替の状況によって最終的な利益がですね変わってきますのでこの金利っていうのとアメリカの金利っていうのと、えー、ベードル円の為替この2つがですね米、えー、ドル債券投資において最も大事な投資環境マーケットの指標ということになっているわけですね。でこちらのですね、えー、まずはアメリカの金利の方を確認していって為替を見ていただいてですね で、高利回り、長期運用でどのように円高リスクと戦うのかですね、えー、かっていうところの話に本題に入っていければと思います。じゃあまずアメリカの金ですね、えー、アメリカ十年国債利回りの推移ということになってますと、で、過去二十年ですね、推移になってます。で、青いチャートはですね、10年国債利回りなんですけれども、えー、こうですね、二十年過去を見ていただくと、今の水準っていうのがですね、一番右側、最新のものになってまして、 2024年のところから、線よりちょっと右の側のと,ところですね。で、今現在ですね、4.1%の利回りですと。で、2024年もですね、利回りとして4.7%ぐらいまで高まったんですけども、そこから一時的に落ち着きまして、今4.1%ということになってますけども、ただこれもですね、実は2020年とか、2021年とかですね、そのあたりから比べると、かなりこの利回りはですね、高まってるんですね、指標のですね、 えー、最新の読むの左側の2020年のとこ見ていただきたいんですけどだとこの10年国債利回りですね1%切ってるタイミングが実はあったんですねで、えー、その時頃からですね2020年の、えー、インフレの高まりアメリカのインフレの高まりで金利をですねアメリカ上昇させましたのでそれによってこのそれに伴って、えー、この10年国債利回りも、えー、右肩上がりですね上昇しきったっていうのがここ、えー、数年のですね動きになってるわけですで今始まったあと4.1%の利回りということになってますと。 今の4.1%の水準でもですね、えー、過去だと、えー、いつぶりのですね、高、え、利、ー、回りの状況かというとこの点線をですね、青い点線を追っていただくと、えー、見ていただけるかと思うんですけど結構左側の方ですね2008年の6月と、えー、いうことになっていますので2008年の6月ですね、えー、つまり16年ぶりですかね、はい、16年ぶりのアメリカの金にということが、えー、現状はです、ね、いうことができるのかなと思います。 でえー、10年国債利回りのこの水準っていうのはですね全ての米ドル建て債券の利回りの根源になってますのでこの利回りが高ければ高いほど、えー、あらゆるドル建ての債券の利回り高いですし引けらば低いほど低いということになっているわけですね。えーまあ、私がですね新卒でこのお証券会社入社したのが2005年なのでこのチャート、えー、結構そのものなんですけど過去20年のチャートなので一番左側が私入社した時ですね。 入社した時結構こうアメリカ十年国債利回り高かったんですねはいなので債券ですね、えー、ベッドだっての社債とかに通するだけで5%の利回りとか5%以上取れたんですけども、えー、その後ですね2008年にこのリーマンショックがありましたのでここからアメリカもですねかなり低金利が続いたわけですねはい、えー、金利が結構低い状況が続きましたとまあそれによってこの十年国債利回りもですね、えー、過去のように高くはなくてまあ低位でこう低い状態で推移することになりましたから えー、結ベイドラでの債券なんかもですね結構利回りがこう寂しい状況というのが結構続いたわけですね。えー、2007年まで8年年ままで、7年までは例えばベイドラでの社債に投資するとですね普通社債に投資すると 5%6% の利回りのものが、えー、それ以降だとですね、えー、3%とか4%とかですね、えー、2%台とかですねそういう状況がこう、かなり長い間ですね実は続いたわけです。で2020年2年になってですねアメリカインフレ高まって一気に利回りが上がってですね えー、かなりこう久しぶりの小売回りということが、えー、言えるわけですね、はい。本当に久しぶりの状況とということになるわけで,すでまあ、えー、じゃあですねこの過去20年とってですねじゃあアメリカの、えー、利回りどれぐらいがです、ね、相場なのかっていうことを考えるとですね えーまあ、これは感覚的なものであったりとか、アメリカの経済成長とかですね、私が個人的に考えたイメージになるんですけれども、まあ、おそらく、まあ、過去のですねこの利回りの推移とか、今のアメリカの経済の足元の状況とか、成長力とか、そういうのを考えると、アメリカの純国債利回りのまあ相場っていうのはですね、おそらく2から3%ぐらいっていうのが、えー、相場のですね利回りなんじゃないかなというふうに考えているわけです。このチャートにですね赤い網掛けで出させていただいた分ですね、2から3%を表させていただいていますと。 で,まあ、大体ですね過去20年の平均の利回りもそれぐらいになるわけですね。はいえー、が2から3%パートルぐらいだと思います。なので今はおそらく一時的にですね、えー、なインフレによって押し上げられている、えー、インフレを止めるための金利高によって政策金利高によって押し上げられている利回りの状況ということをふうに考えることができるわけですね。なので多くのですね専門家の方、えー、富裕層の方投資家の方はですね今後アメリカの金利は下がっていく可能性が高いんじゃないかという風うに考えていますと。 実際にアメリカの政策金利に関してですね、2024年今年の9月に1回、利下げが行われてですね、その後数か月に1回、利下げが行われて、1年後にはですね、政策金利、今よりも1%低い状態になっている可能性が高いというのがですね、大方の見方になっていますので、それに伴って金利っていうのは、この10年国債利回りも下がっていく可能性が高いというふうに思われているわけです。今4.1%ですけど、まあ、おそらくですけど、今後ですね、1年とか2年とか、 3年とかかけてですね、今の平均利回りぐらい、2から3%ぐらいの利回りに落ち着いていく可能性が高いんじゃないかっていうのがですね、大型の見方ということになっています。はい大型の見方ということになってるんですけど、まあ、今ですね、えー、現状、えー、まだ4%以上の利回りということになってますので、えー、まだ小利回りの状況であるということは言えるのかなと思うわけですね。じゃあ次はですね、えー、2つ目の大事な投資環境のベドル円の推移ですね、はい。これは過去35年のものになっています。でこの アメリカ金利はね、の高金利は16年ぶりとお伝えしましたけどこの米ドル円はもっとすごいですね <laughs> 今足元154円ぐらいですけどもこれまでいつぶりのですねドル高円安かっていうとこの点線遡っのぼっていただくとわかりますけど1990年ということですので、まあ、34年ぶりのですねドル高円安の水準ということが言えるわけですね。で、えーまあ ね、今が、えー、の水準がです、ね、相場であるという人もいるんですけどただまあちょっと現実だけですねまず見て過去のですねこの過去35年の、えー、為替の推移を見てですね大体いい平均の為替がどれぐらいの推移だったのかっていうので平均為替レートを見るとですね、えー、赤色で上がみかけしさせていただいたように大体105円から125円というのがですね、えー、平均の動きになってるわけです。 ですので、まあ、通常の状態であれば、ですね、えーここの、ここの中に落ち着くっていうのが、えー、普通の為替の状況ということが考えることが、えー、一応できるんですけども、まあ、もちろんその通りですね、誰がどうか分かりませんけど、なんですけど、過去の歴史を見るとですね、そういうことが言えるわけです。ですので、今は154円とです、ね、一時的にドル高円安にはなっているんですけども、今からですね、米ドル債券に投資する方にとってはです、ね、やっぱりここがリスクになるわけでですね。今の150円台で投資をしてですね。 ドル安円高に向かってですね修練されていって米ドル安円高になって為替がで損失が出ると評価増が出るというのが今の米ドル再建投資の最大のリスクでこれは今回のテーマにつながるですね、はい、円高リスクということになってるわけですで、えー、じゃあこのですね円高になるリスク、えー、を戦うためにですね、えー、どうするかっていうとそれが最初に冒頭でお話したですね氷回りなわけですはい 今の利回りの高さ、はい、が、えー、これの、えー、なんでしょう天秤になってるわけですね。今は米ドル高、円安であるんですけど、えー、氷回りであるということによって、えー、その利回りの高さで円高のリスクと戦うということなわけです。ただですね、この、えー、氷回りだけだでとで、ね、実はちょっと弱いんです。はい、ドル安円高に円高になってしまった時のマイナスに勝てない、氷回りだけだと勝てないリ,、えー、リスクというのは結構あるわけですね。可能性というのはちょっとあるわけです。 なぜかというと、えー、円高なんていうのは、えー、本当になるとですね一瞬で為替なんてこう動く可能性があるわけですから、まあ、ここ数年でですね、えー、一気に数十パーセントル時に安いったのと逆なことが起きる可能性もやっぱりこうあるわけですねなのでこの円高のリスクに対抗するためには氷回りだけじゃな足りなくて氷回りかける長期で運用するっていうのがセットでですね、えー、必要になってくるわけです長期で、えー、運用してそれを氷回りの状態で長期で運用するして トータルで、えー、小売劇でですね、運用することによって、えー、この円高リスクに対抗する、戦うっていうのが、ねえー、それが今のベルト債券投資の、えー、本質になってるんですね、えー。本当に考えなきゃいけないことになってるわけです。まあ、とはいってもですね、まあ、円高リスクと戦うって言われてもってです、ね、思われるかもしれないんですけど、じゃあどういうふうに戦うのかっていうのを、ね、もうちょっと具体的にご説明していきたいと思います。円高リスクと小売まででける長期運営ですね、戦う方法を、 考えるにおいて一番大事な考え方がこちらになっています。ベ米ドル債券の損益分岐為替ってますね。はい。えー、で、まあ、このベ米ドル債券の損益分岐為替っていうのは、米ドル債券にですね、あるベ米ドル債券に投資してですね。えー、米ドル債券の利益っていうのは、えー、利回りになるわけですね。はい。利回りで、こう債券の資産価値がですね。増えていくと、利息とか全部含めた資産価値が増えていくと。なんですけど。 円高に行くとですね、マイナスになるんですけど、ただ、ベドル債券というのはお伝えさせていただいたように、確定利回りですから、5年の債券だったら5年持ち切れば、その利回り分はですね、資産が増えてると。ベドルベースで増えてるということになるわけです。で、10年後だったらですね、10年間その利回りで増えていくということになるわけです。で、そうするとですね、その増えた分はですね、仮に投資したときからベドル安、円高に行ったとしても、基本的にはですね、それよりも円高になってなければ、マイナスじゃない、プラスであると。 その損益分岐合わでも円安であれば基本的にはプラスになっているというふうな水準を表しているのがこの損益分岐合わということになっているわけです。なのでベイドル債権の場合は確定利回りなので投資期間が長ければ長いほどそのベイドル債券の損益分岐合わっていうのは円高の方に切り下がっていくということになっているわけですね。それを合わせたのがこのイラストになっていますとこのイラストはですね今回の出版記念の新張のですねイラストから使わせていただいているものになっています。 でこちら見ていただくとですね、まあ、前提としてですね、このベードル債券投資が利回り5%の債券投資して、副、まあ、利運用であると、はい、入ってくる利息とかそういうものを再投資したというですね、前提で考えていきたいと思います。では、このですね、イラストをご説明していきますと、えー、左側のです、ね、軸が損益分岐の為替、為替の水準になっているわけですね、ベードルへの為替ですと、下の横軸が年限になっているわけですね、投資の期間、はい、10年とか20年とか30年とかですね、投資期間ということになっています。 で利回り5%でふ利で運用していくとこう毎年ですね、えー、ちょっとずつちょっとずつこのドル安円高に、ね、その気分岐関数が、えー、基本的にこう切り下がっていくわけですねじゃあ5年後の損益気分岐関数いくらかっていうと117.5円ということです、えー、117.5円よりも円安であればトータル利益が出てそれを割って円高であれば損失になってますと10年後はどうかっていうと92円になってますね10年後は72.1円と20年後は56.5円 25年後はですね44.2円で30年後は34.7年ということになってるわけですねどうでしょうこの最近向き合わですね見ていただいて5年後のじゃあ117.5円はですねどう考えるかで、皆さん違うとは思うんですけどまあ過去35年ですねさっきチャート見ていただいて平均の替レートとか105円からですね125円で数年前まで110円とかですね110円終わるですね円高の水準ではあったので 117年はですねより円高に行く時はあるよね可能性あるよねっていうふうにですね思われるかもしれないですよねはいただまあじゃあ10年後とか見るとどうかって話ですね10年後とかだったら92円ですねことになりますからはい100円終わったらですね円高ですから今の現状とかですね考えると、まあ、日本の国力とかですね経済力とか通貨のパワーとかですねそういうのを考えると、まあ、なかなか100円終わらないんじゃないかっていうふうにも考えられるわけです ただまあ、リーマンショックの時とかね、2008年とか9年とかは、実際にこう、80円とかです70円台まで一瞬行きましたので、いや、そんなのわからないじゃないですかっていうふうに思われるかもしれないですね。じゃあわかりましたと。じゃあ15年運用してみましょうと。はい。15年ですね。はい5。5%で、福利で運用しますとどうなるかっていうと、72円ですから。はい。72円はないんじゃないですかと。72円って言ったらね、さっき言ったリーマンショックの時とか、もう、基本的に過去にないわけですから、 えー、なかなかここまでねいかないんじゃないですかっていう風に考えられるわけですね、まあ、ただね心配性の方だといや分からないですよとねアメリカも何があるか分からないし、はい、日本がね国力を取り戻す可能性もありますからも、はい、っと円高にいくにいかもしれないと分かりましたとじゃあ20年運用しましょうと20年運用したらもう56円ですから、まあ、ここまでいったら大丈夫なんじゃないかっていう風にですね、えー、考える方やっぱりこう多いわけですねはいじゃあ25年ごとはね40円とか 30年で、本当に心配な方は34年とかですね。はい。まあ、ここまで連絡だったらですね、えい、ー、いことはないよね、というふうに考える方は、やっぱりこう、多いわけですね。で、この、利回りですね、運用期間に応じて、損益分岐化数がこう切り下がってきますので、やっぱり、債権の運用の利益っていうのは、利回りに依存してますので、やっぱりこの,この利回りっていうのはですね、期間が短いと効果がこう少ないわけですね。2年とか3年だと、この損益分岐化数もですね、 そんなにこう円高にいかないわけです円高対抗力が、ね、少ないわけですね。なので氷回りだけじゃやっぱり足りなくて、まあ、氷松ってつっても5%ぐらいですからね氷回りかける長期で運用することによってその気分利かをぐっとこう円高にです、ね、押し下げることによって、えー、仮に為替がですね円高に投資した時から円高にいったとしてもトータルの利益ですねプラスになりますというような状態にするのが大事っていうことですね。これが、えー、氷回りかける長期運用でですね えー、円高リスクとと戦うこれが今のですね歴史的なベイドル高円安かつですね、えー、アメリカの金利が非常に高いという状態でのベイドル債券投資の本質っていうふうに私は考えているわけですねまあ本当に考えなきゃいけないことっていうことですねはいそれではですね今回の動画の「氷回りかける長期運用で円高リスクと戦うのが今のベイドル債権の本質」の動画のですね最後にまとめができればと思いますポイント4つあるかなと思ってまして1つ目がですね えーまあ、なので今のですね、ベイドル債券投資の、えー、最大の引き算要素は円高リスクということですね。で、まあ、ベイドル債券投資っていうのはですね、債、ま、券、あ、投資っていうのは、引き算の投資であるというふうに前回ですね、スペシャル動画でお伝えしたかなと思います。利回りのですね利益の上限を決まっているわけですので、まあ、それ引くですねリスクになっているわけです。で、このリスクの要因っていうのは、今の状況だと、2020年のですね、えー、今の状況だと、えー、やっぱりこれ、円高のリスクなんですね。 円高にに行くっていうののは最大のリスクになっているわけです、はい。なのでこのリスクをですね、えー、どのように抑えるのかっていうのがですね、えー、一番考えなきゃいけない、えー、今の米ドル再建投資の課題っていうことになってるわけですねはいこれが1つ目ですとで2つ目がですね、えー、その課題を解決するために考えなきゃいけないやらなきゃいけないことがこれになるわけですね今回のテーマの氷回り×長期運用でこの米ドル円のですね損益向き合わせっていうのはこう切り下げる必要があす ドル安円高に切り下げるる必要があるってことですね氷前だけじゃ足りないわけです。ベッド債小氷前って言っても、言ってですね、5%とか4、4%とか5%っていう利回りですので、1年とか2年の運用じゃ足りないわけですね。えー、やっぱり、えー、5年とか、少なくても10年とかですね、えー、理想を言えば15年とか20年とか、投資をすることによって、損益分岐為替をですね、ぐっとこう、切り下げるわけです。円高に切り下げるわけです。90円とか8円とかですね、70円に切り下げて、 あもうこれより円高にいくことはないよねっていうふうな水準をですね債券、えーまあ、なんかは確定利回りですから投資した瞬間に満期まで持ちきればですね、えー、その未来が予想できるわけですよね、えー、なのでそういう投資をですね基本的に今のベルト債券としたと考えなきゃいけないわけですね、はい、氷回りかける貯金をでその分岐金の為替を切り下げてですねここ二つ目ですとで3つ目はですね、まあ、これはじゃあそういうふうな考え分かりましたとじゃあどういう債に投資すればいいんですかっていう ことで言うと、ででう債券の残存期間ですね、お金が返ってくるまでの期間を選ぶ考え方になるんですけどじゃあ逆に聞きますけどあななたが安心でできる米ドル円の為替の水準っってていいくらですかっていう話なんです、はい、じゃあ例えばですね、えー、100円はですね割りませんと100円割って円高にですねもうならないんじゃないですかっていう100円がですね安心ラインの方だったらどうするかというとじゃあさっきの債券分為のところでやったりですね えー、残存期間10年とかやればいいわけです10年のさ、えー、っきお伝えしゃったリマリー5%の複利のです、ね、運用の損益分にかわせて92円になるわけですから、えー、10年後ですねトータルで92円よりも円安であればですね基本的にトータルで利益が出てるっていうことになりますから100円が、えー、この安心ないっていう方だったら、えー、10年の期間の債券を持っていればですね、えー、それが叶うということになるわけですね。いやいやまだまだ円高いきますよと何言ってんですか やっぱこう、ね、80円、8円割る可能性あるよ。リーマンショックの時みたいに、みたいな。持ってらっしゃる方がいると、じゃあ15年どうしましょうってなるわけです。15年の債権ね、えー。持ってればですね、72円っていうのは損益分期関数になりますので、それよりもトータルで、円安だったら利益になってますから、15年の残の期間の債権。ずっと持ってればですね、安心なわけですね。じゃあ、もっといきますと。あ60円って方だったら20年の債権。それだったら 56, 年です56円ですから、損益分岐関数。いや、もう、 40年切るよ本当に。っていうもう世界終わりかもしれないみたいな。いう人だったとしたら、も分かりました、30年の債券持ってくださいと。30年やったら34円ですから、債権分期かせ大丈夫でしょうと。っていうふうにですね、安心できるベイドル円の、えー、水準ですね、債権分利間せの水準から債券の残存期間を逆算してですね、えー、選ぶっていうことはできるわけですね。はい えー、なのでまあ長ければ長い残存期間の債券ほど、まあ、その期間の利回りは投資して持ちきれば確定してるっていうことにはなりますのでそういう分岐為替の観点からはやっぱり安心ができるわけですね。はい、これは3つ目ということになります。はい、で最後ですね、えー、4つ目がですね、まあ、これはちょっと中長期的な話にはなるんですけども、まあ、そもそもですね、えー、本質的にではあるんですけども、まあ、ずっと円高に行くっていう話はしてますけども。 ただそれってわわからないわけですね。未来のことは誰にもわからないですし、えー、ただこういう外貨に分散したりとか米ドル債券に投資する、はい、っていう方の多くの場合はですね基本的な根本的な考え方として中長期で見た時に5年とか10年とか10年以上とかで見た時はやっぱりこれ今よりも米ドル高円安になっているっていう未来を信じれるかどうかっていうのは結構大事かなとは思ってます。 で本質的にですね、もう絶対100%円高に行くよと。はい。もう円高に行く以外しか信じられない。日本最高万歳みたいな方だったら、もうそれはですね、米ドル選挙としなくていいんですね。あの、日本円でずっと持っていった方が、えー、いいと思います。はい。日本株とか、まあ日本のリートとかですね、日本の円預金で持っていった方がいいと思います。そこまで信じてるのであれば。で、えー、まあ、フラットな方とかですね、為替がどれ高いか円安に行くかわからないよとか、 え中長期で考えると円安に行く可能性のが高いんじゃないか日本はですねこんだけ人口減っていくし経済もどう,かどうなるかわからないしアメリカ一方で成長してるしっていうふうにやっぱりアメリカが強くて、えー、日本は弱いっていう未来を信じてるかどうかとかフラットな方ですね、えー、こういう方の方が基本的にはベドル再建投資とかですねベドル再建投資とか外貨投資はですねベドル投資は向いてるのかなというふうに思いますはいなのでそもそも根本的な考え方がえー ベドル再建投資に合ってるかどうかっていうのもですねやっぱそもそも論として考えた方がいいんじゃないかなと思うわけですねはいはいそういったところで、えー、本日は「利回り回り×長期運用で円高リスクと戦うのが今のベイドル債券投資の本質」え「ー、出版記念スペシャル動画 No.3」ナンバー3といった内容をお届けさせていただきました、えー、この出版記念のですね新庄に関してはこの動画の概要欄からですね Amazon のリンク貼ってますのでそこからお買い求めいただいたりとか」 8月9日にですね書籍を紹介する動画を配信してますのでご興味の方はご覧いただければと思いますはい今回の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします